来た。もしもし大輝。そうか、よかった。いたって、ひなちゃん。よかった。わかった、伝える。必ず連れて帰るって。よし、大輝くん。みんな心配してたよ。あ、そうだ、私。あ、バイトは早退にしてもらったって、さくらちゃんが。私、最悪。迷惑かけてばっかり。ごめんね。これ、はい。一緒に聴こう。どの曲がいいかな。あ、この間のライブすごい良かったよ。大輝くん、確かに俺は関係ないよ。ひなちゃんが誰を好きでどんな風に付き合っていくのか俺には関係ない。でも俺は俺でひなちゃんと好きな話をするだけ。ほら、耳つけて。じゃ、流します。簡単に言えない言葉。久しぶりに聞いた。この間のライブで歌ってたよ、アンコール。俺もう号泣。ライブの帰り道、思い出し泣きしちゃって、匠にドン引きされた。私ダメ、全然好きって思えない。好きなのかわからない、全然。ちょっと前まではあんなに好きだったのに。二択だね。ひなちゃんの感じ方、考え方みたいなのが変わって大人になったか、それかひなちゃんの好きなのが何か分かんないくらい疲れてるか。何それ。ライブのチケット、今度さくらと行くの。へえ。こういうのひなにはあんま似合わないかな。そうかな。今日もうち来るよね。うん。ひなちゃんは疲れてるんだよ。私疲れた。え、あのヘアピン捨てたのって仙石さんなの？
ちょっと待って、マジ意味わかんない。いや、てか、だったらそう言いなよ。だって、そしたらさくら仙石さんに怒るでしょ。別れろとか言いそうだし。言うに決まってんだろ。今すぐ別れろ。自分の大事なもの大事にしてくれない人なんて別れた方がいい。何笑ってんの。本当だ、本当だね。なんで気づかなかったんだろう。さくら、ごめん。ごめんね。いいから、今からカラオケ集合ね。カラオケ？ずっと仙石さんに禁止されてたでしょ。もう無視無視。好きな曲好きなだけ歌って帰ろう。うん。一緒にいるんでしょ、あの脳筋バカも。お礼いいなね。はい。ってことで、たくみ、カラオケネット予約完了しました。早っ。お前も行くんだぞ、レン。勉強しててもいいから。さくらちゃん、カラオケで何歌うの。ひひギャップが。さくらちゃん、めっちゃ怒ってたね。聞こえた？言うに決まってんだろ。似てる。似てる？うん。さっきもその話してて喧嘩になったの。仙石さん？うん。ヘアピンのこと。なんで捨てたのって聞いたら、だって似合わないからってずっと言われてたんだよね。あれは似合わないよとか、可愛くないよとか。でも私、仙石さん尊敬してたから、好きだったから、全部正しいって思っちゃってた。正しい人なんていないよ、どこにも。本当だね。それに似合ってたから。ひなちゃんはそのままで十分可愛いから。うん、はい、そのことは覚えててください。あ、そういえば仙石さんが言ってたあれ、この間紙ナプキンに書いてたでしょ。危ないから捨てておいた。あれ、何だったの？あれは、その…あ、なんだっけ、忘れた。本当に？カラオケ行くか。覚えてないよ。言わないに決まってんだろ。早く行けよ。はい、よいしょ。お前ら、準備はいいか。おい。せーの。はい、待機。弱すぎ。俺、これ買ったことないんだけど。何が楽しいんだか。え、待って、本当に誘うの？男に二言はないんだろ。戦国なき今、お前がひなちゃんにアタックしちゃダメな理由なんてどこにもない。まあそうだけど。まずは連絡先、そしてデート。いや、もうこの際直接デートに誘うのもありなんじゃないか。めっちゃあり。どこ行くか。大輝、どこがいい？海とか。なし。最初のデートでそれはないだろ。しかも今10月だから。まあ最初は無難にカフェ、映画館、水族館あたり。ちょっと待って、メモるから。茶園ゆいのライブがあればよかったんだけどな。それな、共通趣味はでかいよな。映画館、カフェ、
うん、あとなんだっけ、水族館。水族館。あ、バスケとかどう？なんでスポーツやるんだよ。勉強会。あ、それもなし。サービスです。あ。私だけを見ていて、アネモネの花束を添えて。